速稼塾の久保です。まあ、あのね、麻生財務大臣はとことんね、意地悪な人ですね。で、あとね、この嘘をつくのが結構下手だと思います。で、今回ね、ヤフーの記事に上がっていたんですけども、タイトルとしては、麻生氏10万円給付分だけ貯金増えたって言ってるんですよ。一体誰の貯金口座見てるんですかね？国民全員の貯金口座覗き見たんですかね？それこそ違法行為じゃないですか。何を考えてるんですかね、この人は。ちょっと画面切り替えてみますね。はい、これが記事ですね。麻生氏10万円給付分だけ貯金増えた効果を疑問視と言ってね、麻生財務大臣24日新型コロナウイルス対策の一環として国民一人当たり10万円を配った特別定額給付金について、その分だけ個人の貯蓄が増えた、貯金が増えたと述べたと言うんですけども、もう一回言いますけども、麻生さんはね、国民の預金口座を一人一人これ覗いてるんですかね。とんでもないこすい人ですよね。その分だけ個人の貯金が増えたっていうね、根拠もないことを言ってます。根拠があるとじゃあそれはそれで問題です。消費を喚起する効果は限定的だったとの見方を示したと。限定的なんでしょうかね。限定的だとしたら、その10万円が税金に引っこ抜かれたからですよ。10万円じゃ足りないってことなんですよ。こういうふうな耳っちい10万円をね、なんか、パラッと配っただけじゃ足りないですよ。だから10万円を毎月、半年間、1年間配ってからこそ、効果が出るわけじゃないですか。で、今回は、その GDP の 10% とか 20% が失われてるわけなんですよ。ですから50兆円とか100兆円とかを連続的に投入しないと効果出るわけないんですよ。こんなね、1万とかね、この前もリーマンショックの時も1万何千とかね、10万円みたいな、申し訳ないです。ありがたいお金なんですけども、あえて言いますけども、はした金で効果があるとかないとかって語る時点で、もうね、もう引退した方がいいですよ、この人は。消費を喚起する効果は限定的だったとの見方を示した。福岡市で開いた自身の政治資金パーティーで語ったってね。これに同意する人ってどんだけおめでたい人なんでしょうね。と、毒づいた後でね、ちょっと言わせていただきますけども、今日のお金がない人っていうのは10万円が今日使われちゃうんですよ。そうでしょ。皆さんもおそらく10万円が入ったら今日中にいろんなものに使わないともう間に合わないと思うんですよ。で、お金持ちの方っていうのは、10万円が入っても、別に慌てて使う必要ないよねって形で、本当に貯金に回すかもしれません。でも、その方っていうのは、別のところで消費してるんですよ。きちんと税金も払ってるんですよ。だから、貯金はしたにしても、結局、支払いも増えてるんですよね。だからそう考えるとね、一体この10万円っていうのが、誰の迷惑になったんだって話なんですよ。麻生さんね、ご自身の懐から出したわけじゃないでしょ。あなたの懐は全く痛まないんですよ。なんで人が10万円で助かることをそこまで妬むのかってことなんですよ。腹立ちますね。だから麻生太郎事務所ね、福岡にありますから、電話をじゃんじゃんかけて、お前何を考えてるんだとね、文句の一つでも言ってくださいよ。何にも国民のことが見えてないぞと、お前は自分の懐しか見えてないのかって、このぐらいのこと言ってもいいと思いますよ。これはね、悪意を込めて言うわけではなくて、正しい指摘として申し上げてほしいんですよ。私今感情が高ぶってますんで言葉が荒いですけども、こんな言葉を使っちゃダメですよね、丁寧な言葉で、麻生さんと、私たちの現状を見てくださいと。10万円はその日のうちにいろんなところに出てきました。例えば車の税金、ね。私は軽自動車を持ってるんですけども、そこにも持っていかれました。ガソリン代、生活費、何にも贅沢な暮らしをしてません。単なる消費活動をするだけで精一杯です。これが、もし10万円なかったら、もしかしたらね、死んでいたかもしれませんと。ね。そういうことはね、麻生さん、分かってないですね、と。政治資金パーティーに集まる方ってのは裕福な方でしょ？私たちは政治資金パーティーの高いね、お金を払う余裕もないし、パーティーに出たら、その間パートを休まないといけないからやっていけないんです。麻生さん、金持ちの中だけで、金持ちの中でしかわからない話しないでくださいと。国民のほとんどは苦しいんですよと。麻生さんと同じ年代の70代の方、80代の方ってのは、今日も生きる命なんですよ。その、生きる命の5万、10万をね、効果がなかったなぁとか言ってね、高みの見物しないでくださいと。そういうことをね、訴えてもらいたいと思います。生活保護の方がなんで生活保護になったのか分かりますか？ね、生活保護を受けたくても受けられない方もいますよ。そういう方に10万円がどれだけありがたいものだったか。なのにね、こんなことをね、政治金パーティーでよく恥ずかしげもなく言えますねってことですよ。麻生さん、全く分かってない。全く。まあ分かってないからこういうことを言うんでしょうね。ということでね、もう一回記事に戻ります。私もちょっと興奮してますけどもね、すいません。はい、記事に戻りまして、麻生氏は講演で、個人の現金がなくなって大変だというこの夏、一人10万円というのがコロナ対策の一環として、あーなんだよこれ、
この大学一環としてなされた説明、その上で給付金の効果について当然貯金が減るのかと思ったらとんでもない、その分だけ貯金が増えましたと主張した。だからね、これは麻生さんの勝手な感想です。勝手な感想、麻生さんの勝手な感想、麻生さんの勝手な感想ですよ。繰り返し言いますけども、麻生さんの勝手な感想をここで述べたにすぎません。真実とは程遠いことです。さらに金に困ってる方の数は少ない、ゼロではありませんよ。あのね、金に困ってる人の数は少ない、金に困ってない人って逆にいるんですか？みんな金に困ってるでしょ？ね？麻生財務大臣、なんで森友かけの問題を闇に入れたんですか？ね、金に困ってるからでしょ？お金に困ってる職員が職を失いたくないから改ざんしたわけじゃないですか。命まで失いながらね。何を言ってるんですか？ちょっともう一回画面戻ります。はい、麻生氏は10万円給付の決定前、リーマンショック前に実施した2009年の定額給付金は効果がなかったなどとして、一律給付に反対する考えを述べていた。だが、減収世帯への30万円の給付に反対する公明党などの要件を申し入れ、政府として10万円給付の実施に転じた経緯があると。繰り返し言いますけどもね、1万円もらって1万円を貯金しっぱなしの人はいませんよ。今日使わなくても明日使います。今年使わなくても来年使うんですよ。そう考えたらね、貯金したから効果がなかったってどういうことですか、これ。いや、貯金っていうのは何だと思います？いずれ使うお金ですよ。人間が生きてるうちに使うお金ですよ。じゃあ今日中に使わなかったら効果がなかったって言うんですか？2020年度中にお金使わなかったら効果がなかったって言うんですか？もしかしたら来年の支払いのために取ってるかもしれないじゃないですか。来年の春の税金のために取ってるかもしれないじゃないですか。ね、事業者の方がね、消費税の決算の後の消費税の、振り込みのために取ってるかもしれないじゃないですか。結局お金って10万円ポッチではね、何にも人生変わんないんですよ。経済立て直す勢いもないです、10万円ポッチじゃね。だからましてやね、リーマンショックの時の1万何千円とかで、あれで効果があるって感じてるとしたら、相当な金銭感覚がもう麻痺してらっしゃるんじゃないかなと思います。麻生さんはもう今となってはね、10万円20万円ははした金でしょ、個人的には。私たちは10万円20万円どれほどね、人生を投じてそのお金を作っているのか、どれほどまでに爪を灯す勢いで5円10円を大切にしているのかね。カップラーメンが400円だとかなんとか言ってたこともありますけど、麻生さんね、カップラーメン400円なんて食ったことないですよ。売ってるところ見たこともないですよ。私たちが見るのはカップラーメン98円とか68円の特売の時だけですね。それを箱買いして、それで上をしのいでるわけですよ。そういう人生の方とね、断るごとに料亭に行って誰が支払ったのかわからないとかね、なんか業者に中抜きをね、10万だか7万だかさせるようなね、そんな立場ではないんですよ。納税者は苦しんでいて、税金で暮らしていらっしゃる方は余裕なんですよ。このバランスからしてもおかしいと思いませんか？ということでね、今回は皆さんの気持ちを私が代弁しました。多分間違えてないと思います。いかがですか？どうなんでしょうか？間違えてますかね？もしかしたら皆さんの気持ちは別のところにあって、私が勝手なことを一人で言ってるだけかもしれませんけども、よー、久保さんよく言ってくれたなーと、それよそれよ、それ言ってほしかったよみたいな方がいらっしゃったらね、グッド評価、バッド評価、どっちでもいいんで、コメントも書いてもらったら、とんで喜びます。さあ、それでは今回の動画の結論ですけども、特別定額給付金、5万円、10万円、ぜひね、本年度中にお願いします。出してください。出してくれなければ、これからも、官邸にメール、ボンボン送りますよ。で、菅総理の事務所、こちらの方に電話バンバンかけますよ。ね。麻生総理の、麻生総理じゃないや。麻生財務大臣のね、福岡の事務所、電話番号分かってますからね、そこに電話かけさせてもらいますよ。私の動画では、ちゃんとね、電話番号も公開してますし、メール、官邸のメールアドレスも公開してますからね。まあ、隠されてるもんじゃないんで、私が公開しても問題ないと思いますけども。まあね、ここ、2週間ぐらい、ぐーっと電話とかメールの要望の件数上がったと思いますよ。ね。忙しいでしょ。仕事してください。ね。お願いしますよ。で、YouTube をご覧の皆様、諦めずに、どん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 メールを送りましょう。どん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 電話をかけましょう。そして地元のね、自民党の事務所の方に足を運んでね、そこでね、麻生総理どう思います？こんなこと言ってますよ。私がお金に困ってない人に見えますか？あなたはお金に困ってますか？ぜひ、ね、事務所にいる方に聞いてください。そしたら、お金に困ってますって人ばっかりですから。そしたら、麻生財務大臣分かってないですね。お金に困ってる人は少数だってこう言ってますけども、少数なわけないでしょう。
何を考えてるんですか。お金に困ってる人が少数だったらなんでね、ディスカウントストアがヒットするんですか。なんでフリマアプリがあんだけ売れるんですか。ヤフオクがなんであんなにね、売り上げ高いんですか。少しでも安いもの、少しでもお金を使わないように、で、使わなくて貯めたお金は全部税金で持ってかれるんでしょ、税金で。なんでね、一生のうちに一番大きな支払いが住宅ローンでもなくて、車のローンでもなくて、学費でもなくて、生命保険でもなくて、税金なんですか。ね、私たちは一生のうちに税金に資金の、自分で稼いだお金の半分払ってるわけですよ。多い方は7割、8割払ってるんですよ。何のための人生を送ってるんですかね、我々はね。で、税金で暮らしてらっしゃる方は余裕のよっちゃうんですよ。ねえ、なんでしょうね、これは。ということで、今日は私の興奮冷めやらぬね、動画になってしまいました。お聞き苦しいところをお見せしまして、本当にすいませんでした。また、次回からね、穏やかになるべく行きたいと思いますけども、皆さんの怒りをね、代弁して喋ってくれって方がいらっしゃいましたら、コメントで、これを喋ってくれって言ったら、私が代弁させてもらいますんで、コメントをバッと並んでください。それでは、ありがとうございました。